一番最初に体重を測ってから 0.5 キログラム増えていました。昨日クッキーを食べたわけじゃないんですけれども、まあまあまあ、もうね、もうプラスマイナス1キロぐらいは上下します、きっと。でも毎日なるべくお菓子を食べないように生活しているんですけれども、それだけだと、うん、ちょっと甘いのかもしれません、お菓子だけに。はい、行ってきます。今日は用事と用事の間に時間が2時間ちょっと空いてしまったので、カラオケ屋さんに入りました。一人カラオケです。こちら黒豆茶という喉に良さそうなお茶を飲みまして、豆の香りがしました。そしてこちら、お腹が少し空いていたので鶏の唐揚げを頼みました。ソースが3つついていて、一番左がチリソース、真ん中がマヨネーズ、一番右がソースかなと思ってつけて食べましたら、なんとチョコレートでした。多分ちょっとつけてみて、あら、チョコレートだわと思って、右のソースはそのまま置いておきました。そして夜、大好物のソフトクリームを食べてしまいました。食べる時に罪悪感を感じながら食べるのはもったいないので、一口一口味わって食べました。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。